この講義はサーモ熱とインフォマティクス情報学の融合の講義になってます学び技術の一番目としては熱電変換技術というものになりますこれは物理現象としてはゼーベック効果というものになります金属や半導体の両端に温度差をつけると電気が発生するということになります例えばあったかいところと冷たいところがありますそうすると 電気の元である電子というものはあったかいところから冷たいところに移動していきますで、これをある時間で見てみましょうある時間で見てみると電子があったかいところと冷たいところで偏りが生じていますよねこれによって電位差ボルトが発生しますこれが熱電発電の基本原理となります次に学べ技術といたしましては機能性材料の設計ということになります 例えば良い熱電変換材料を作るためには電気をよく通すすなわち高い電気伝導率そしてあったかいところと冷たいところを維持しないといけないため温度差をつけやすいすなわち低い熱電動率が必要になってきますそして機能性材料世の中の役に立つための材料として世の中に普及させるためには安心安全でなくてはなりません。 例えば有害な元素は使いたくないレアメタルなどの高コストの元素は使いたくないそういったものが、えー、求められますそういった時にどうするかというところが元素を組み合わせるとということになります例えば重い元素を利用するほど熱伝導率は低くなっていきますし有害な元素例えばカドミウムとかヒ素とかレアメタルだとプラチナとかインジウムとかテルル こういったものは使いたくないとだからこの周期表にある元素をいろいろ組み合わせながら材料を設計できるそういったものも本講義では学んでもらうことになりますそして学べる技術といたしましては計算科学インフォマティクスの部門ですえ本講義ではデバイス実際に熱を電気に変える熱電変換材料のデバイスを実際にシミュレーションしてもらったりあとは熱伝導率のシミュレーションどのように熱が伝わるかとか そういったものを学んでもらいますし材料の観点化すると材料中ののの電子バンド構造の計算そういいったももも学んでもらいますそれらを通して計算から得られる結果実験から得られる結果それらを組み合わせる機械学習というツールを用いて例えば期待できるアウトプットとしては新規材料の予測。 測定の簡略化そしてデータベースの構築そういったものにつながる機械学習の一端も学んでもらいます。